This episode is brought to you by Undeniably Dairy. Did you know some cows might be snacking on seaweed? Dairy farmers are researching potential nutritional changes to their cows' diet to help reduce methane emissions. Additional research and innovation are helping them save water and spend less energy on every glass of milk. To learn more about what dairy farmers are doing to make their farms more sustainable, visit usdairy.com. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。癒されたい、その1。シュチアチうま、肉なくなった。姉ちゃんのモーラー。モーラー人の取らんよ、シュンタにやる。マーリン、すき焼き好物やったやろ。いつもの激安見切り品と違って、いただき物の A5 ランクの高級和牛やったけ、体が受け付けんやったんやないか。そんなんやない。じゃあなんで食べんと。今日ミカちゃんと喧嘩したけん。喧嘩、きっともう絶交されたと思う。あんな仲良かったのに何したん。ミカちゃんがね、学校にグッドルックボーイズの限定グッズ持ってきとったけん、そぎなの学校持ってきたらいかんとよって言ってしまったと。そしたらマリンちゃんだって漫画持ってきとったやんってなって。見事なブーメランやな。マリン、その限定グッズ応募しとったけど外れたけん、羨ましいなって思って嫉妬してしまったってことね。なんね、そげんことね。そげんことってな、マリンには一大事っちゃけん。めんご。ミカちゃんは学校でそのグッズを自慢して見せびらかしよったん。マリンにだけ見せちゃけんって。それって応募したけど外れてしまったマリンちゃんにどげんとか見せてやろうと思って持ってきとったっちゃない。後から考えたらそうかなって。そうよ、ミカちゃんは自慢しようとか考える子やないもん。絶対に悪気はなかったと思うよ。きっと見つかったらどうしようとか思いながらドキドキして持ってきとったっちゃねえか。マリンの方が嫌な子や。そげんことない。マリンちゃんは公言して大好きなすき焼きが喉通らんくなるくらいお友達のこと考えよるやないの。明日ちゃんと謝って、そして見せてくれてありがとうって言えば大丈夫よ。うん、ありがとうバーバー。さすが母さんやな。でもまだすっきりせん。そうね、気持ちが癒されればいいんやろうけど。あ、グッドルックボーイズの DVD 見るとか。逆にきつくなるよね。マリンちゃんが癒されることしたら、漫画読む、好きなもん食べる。好きなもの食べたらいいかも。おお、したらなんか好きなもん食べたらよか。何が好きね。すき焼き。それやったらずっと目の前にありますけど。おいしい、癒される。最初の流れは何やったん。振り回されたね。HKT48 の柳瀬玲也です。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃地山ラジオ局と検索してフォローをお願いします。